岐阜市の夜空を彩った32発の花火。これは昨日午後7時半ごろ、岐阜市の長良川で打ち上げられたものです。花火の玉には悪疫退散と書かれた紙が貼られ、花火師たちの新型コロナウイルスの収束を願う思いが込められました。今後は全国の花火師と協力し、全国各地で一斉に花火を打ち上げるチアアップ花火プロジェクトを行うということです。